You're listening to Shibuya Cross FM. はい、10月28日月曜日8時を回りました。渋谷クロス FM サテライトスタジオからお届けいたします、クリエイタークロス渋谷デザインバルですね。MC を務めます私関根直人、デザイナーの篠塚です。はい、中森茂之です、はい、よろしくお願いします。こんばんは。先月お休みをいただいて、休みボケかな、もう一回やりなよ、ね、今なんなん、びっくりしたわ。今すごい間がありましたね。俺やるぞこれから。先月ね、お休みいただいて本当にありがとうございます。失礼いたしました。なんか見させていただきましたけど、ね、番組見ましたよ。なんか いい感じでしたね、今回に座って。今度からそうするわ。だからオープニング あのトーク私だけじゃなくて、なんかお二人ちょっと交互にやったりとかするのも面白いかな。いや皆様こんばんは、クリエイタークロス始まりましたみたいな、どうです？いやいやって何を楽しようとしてる。いや女性の方がいいよね。それは関根さんのもう仕事ですよ ね大丈夫ですか？いやでもね、でも最初の頃に比べたらやっぱり上手になってますよね。誰か、私ですか？いやいや、MC らしくなってます。そうですか。そうですよ、ね、楽しみやわ、来月のライブ。まあその話はまあおいおい。なんで？おいおいということでね。え、なくなったの？いや、ありますよ。来月あります。ライブがありますからね。段取りがあるよね、はい、そうですよ、いろいろね。ライブの告知もしないといけないし。そうですね、はい、はい、先月はその、ゲストの方を迎えて、そうそうそう、篠岡さんのお知り合いの、ね、素敵なアーティストの方でしたね。ジャズもやりの、ね、昭和歌謡もやりの、なかなか個性のある ね近い将来、はい、スナックもやろうかなみたいな話を打ち上げの時に、ね、打ち上げの時にスナックやってそう、スナックママになるんだっつって、なんか盛り上がってましたね。コンサルの話をしてたんですけどね。実はそれが一番やりたかったんだとかっていう話でしたよね。まあ、歌謡曲歌う女性って結構ね、歌えて接客ができたらすごい、まあ、ちょっとそういうニーズもあるんでしょうね、接客もね、好きだって言ってたんで、そうですね、こう、まあ、いわゆるこう、昭和歌謡みたいなのを歌いながらこうちょっと飲む、まあ、だからちょっとスナックも流行りだしてるでしょ、またね。あ、そうですね、今女性でもね、普通にスナック行ったり、そうそうそう、一人で行けれるスナックっていうのが、まあ、いわゆる今ちょっと流行ってるというかね、まあ、働く女性が多くなってきてるから、そうですね、一人で、まあ、一人で行ける時代になってるからね。なりましたよね、まあ、吉野家も一人でね、行けるし、行けます、女性。いや、行ってる人いっぱいいますよ、女性で、牛丼屋に、私行きますよ普通に。吉野家で、あ、吉野家、吉野家の話で、牛丼屋ね、いるよね、いっぱい。そうなんですか、テイクアウトじゃなくて、いるいる、平気で一人で。そうなんですか、行きますよ一人で。やめときなよそんなの。本当ですか。いや、そういう時代になってきてるから、スナックぐらい行くでしょう。まあまあね、そうですね。私も歌謡曲を歌うのでね、なんか、あと歌を歌ってる人って人が好きなので、なんかこう、そういう、まあ、そういうね、接客業を向いてるのかな。いろんなお客さんを見るのが楽しい。あとなんかあれでしょ、聞かせたいっていうのもあるんじゃない。だから何、スナックのママは聞いてもらいたい、歌がうまいの。あ、でも聞かせたいっていうよりは聞き上手じゃないですか、スナックのママって。まあ本当はね、本当は、だからできないんじゃないの。なんで、え、どういうことですか。あんまり聞いてないじゃん。聞いてないの、その中森さんですよ、聞いてないの。違う、聞いてないじゃん、いつも。いやいや、聞いてますね。聞いてるふりしながらの、今もそうじゃん、吉野家の話してんのに、急になんかスナックですかとかって。吉野家の話でしたよ。家なのに、してたのに、スナックに一人ですかとかって、ピンとかずって。吉野家です。ちょっと呼吸が合わしい。もう、普通の会話になってきたから、曲一緒に。そうですね。今日はですね、まあ、先月、私がお休み選手をいただいた、選挙いただいたので、その前に話したいろんなこの今後の番組作りについてのお話ですとか、いろいろちょっと話していきたいなと。ちょっと1ヶ月、復習をね、2ヶ月前なんで、そうですね、なんで、ちょっと整理をもうちょっと番組にして、はい、行きましょう。そして、まあ、クロスショットのコーナーもね、はい、お楽しみということで、はい、まあ、ここで1曲、じゃ曲を聴いていただきましょう、はい、お願いします。関根直央でメローテイツ。
はい、メローデーズ聴いていただきました。ありがとうございます。いいですね、うん、さてさて、はい、実はですね、はい、先日恒例の大人のピクニック開催したんですよね。秋のね、うん、秋のね。で今年は春もそうでしたけど、ちょっと雨模様で残念でしたよ ね。また雨で、秋も雨さんのせいでしょ。いや僕毎回言ってるじゃないですか。でもほら中森さんが着く前はなんか雨が上がって虹が出たという噂。そうね。いやまあそれは一瞬ね。それはあれでしょ、うん、やっぱ即位で正殿の日の。あ、まあそうあの日でしたからね。ちゃんとした日なんで、うんうんうん、ね、その大事な日にね、そうやったんですよね。そうですね、うん、雨だったからまた室内になってしまいましたけど、うん、ちょっと室内でね、でもまあ、うん、たくさんの人が来て、あれ何人ぐらい来たんですか。18人ぐらい。え、そんな来たんですか。一番多くて18人の時じゃないですか。しかも女性多かったですよ。多かったでしょ。しかもさすが篠塚さん、美味しい、ね、盛り上がったでしょ、うん、中村さん、そんなに乗り気でこんな着いた途端盛り上がったでしょ。そう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 。いやびっくりした。っていうかあの僕の知り合いよりも、はい、ね、篠塚さんを経由して知り合ってる方が多かったんで、うん、ちょっとあの意外な方とも久しぶりにお会いしてきてよかったですよ。うん、私はほぼほぼ初めましての方ばかりでしたけど、あ、はい、あ、はい、なんかね皆さん結構そうそう、めちゃくちゃ盛り上がりました、ね、人が人を、うん、連れてきて盛り上がりました ね、 ねあれ篠塚さん赤ワイン何本開いたんですかね。酔っ払ってましたね。結構全部飲んじゃいましたね。めちゃめちゃ瓶並んでましたもんね。全部飲んじゃって買ってきたビールも全部飲んで、お酒は、うん、ほとんど飲んで、あ、そうですか、全部、うん、え、食事も全部、ね、食べ物もほとんど、まあ、誰かも余ってたやつを持って帰ったりもして、あ、そうなんですね、お弁当、ね、うん、で盛り上がりすぎてちょっとあのお客様ちょっとお静かにみたいな、あ、ストップが入りましたよ ね、 ちょっとね、うん、すいません、全然静かになってないけど。篠塚さんですよ。いやいやいや違いますよ、ま、篠塚さん、中森さんですよ、まあ、中森さん、いやいや篠塚さんですよ、8割中森さんですよ、うん、いや僕はだって、お話ししてたけど篠川さんなんか吠えてませんでした。吠えてないですよ。吠えるって吠えなきゃいけないんだ、うん、もう笑い声とね、もう1時からずっと6時まで本当になんかね、僕1時半かな、ね、僕ら1時半、そう、早い人、いや2時半、2時半から、ね、早い人はでもね1時からもう7時までやったのかな。7時まで借りてたんですもんね。あれ6時前です。あ、7時前でしょ。でだから6時過ぎに片付けをやろうってなって、7時まで借りてて、1時からだから6時間、あっという間でしたね。いや本当によく飲んで食べましたよね。いやもう最後死ぬ方すごかったですよ。ねえ、いやいや、まあ、記憶がないということで覚えてらっしゃらないというまさかの。1時間延長したんですよ。で7時前ですよ。6時まで借りてたのを1時間延長して7時だった。そうなんできるんですか、延長でゲスト空いてれば。5時ぐらいから言ったんですよ、なんかどうしようかな、ちょっと楽しいから1時間延長しようかな。そうそう、結構盛り上がってるから言ってたもん。そう、延長、6時にはこれは終わんないなと思って、はい、うんうん、そう延長したんですよ。そういえばそうだ、7時までやったんだ。 どこから記憶がなくなってます。延長戦に入ってからですね。あ、5時半から6時、ね、6時過ぎぐらいから急に、うん、篠塚さんに見せられない写真とかいっぱいあります。またそういうこと。ここで言わなくてもいいでしょ。ああ、そうです、すみません、ね、ねえ、じゃあ後でこっそり。いやもう大成功だったっていう話をするんでしょ、ね、そのピクニックの秋のおかげです。楽しい会でしたってことで、ね、何回目ですか、ね、僕ら1回行ってないから。僕今年1回行ってないのがあったでしょ、あれ。ああ、夏にもね、うん、そう1回やりましたよ、まあ、夏に4回、今年5回、4回、今年1回、2回、3回、4回、ゴールデンウィーク、4回目ですね、うんうんうん、4回目ですね、やってるね、うん、でも晴れないんですよ、ね、夏は晴れまして。あ、じゃあ僕が行ってない時、うん、やっぱりそうだ。やっぱり中森さんのせいですね。そうそう、中森さん来なかった時、いいですよ、もう来年行きませんよ。そういえば晴れたわ、晴れた。雨雲を動かそうと呼んでくださいよ。お願いします。いいですよ、ちゃんともう雨降ってもできるから大丈夫、うん、はい、うんうん、ね、もうでも今年は終わりやからね、うん、そうですね、また来年の春ですかね。でも年々本当に人が増えてきて盛り上がってて、ね、いや楽しいですよね、うん、新しい人もたくさん来てくれて、いやいや、篠塚さんの色々、ね、準備とか大変で、うん、そうですね、手料理もね、マカロニサラダ美味しかったです ね、 ね、美味しい美味しい、あれもいつも定番で、うんうん、定番ですけど、ね、美味しいです、素敵で。でもね、そうやってまあ人の輪を広げて楽しい、
そうですね、はい、を続けていきましょう、はい、じゃあ最後にクロスショットはいということで、いやいやまだまだ序盤ですよ、何を終わらせようとしてるんですかそうですね、だから先々月の復習を今日しないといけないんで、はい、そも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 あれあのあれパソコンさっきね、うん、まあ、そのですね、先々月は、うん、今後どうしていこうかという意見をね、こう出しちゃった、そう、はい、そうですよね、うん、こんなことやろうかみたいなことを ね、うん、そうですね、番組の PR だったりとか、うん、あとクロスね、うん、クロスのコラボ、コラボとかイベントをやろうかみたいな ね、 そ、 ね、うんうん、そんなこととか、チャリティー、そして企画タイアップ、うん、そうですね、企業さんとの、そうですね、というお話が出ましたね、はい、で、何でしたっけ、それで、今後どういうふうにその出た意見を、ね、進めていこうかという話になったんですよね、うんうん、まあだからやっぱりあれじゃないですか、そのまあこのクリエイタークロス自体のやっぱまあ趣旨っていうのは、まあ何かものづくりというか、はい、うんうん、ね、何かを作ってまあ世の中に出すのか、うんうん、あまあ、たくさんの人に知ってもらうのかとか、うんうんうんね、まあ、いろんなこう、まあ、いわゆるまあものを考えて、はい、で作り上げて、うん、まあ、そこからどうなっていったかというようなこうストーリープロセスを、はい、まあ、こう番組内の中でこう、うんうん、見せていきましょう、作り上げていきましょうみたいなことなんで、はい、まあ、そこはやっぱりぶれずに、うん、どういうコンテンツでいくのかということをまあ絞っていき行きたいところだと思うんですけども、うんうん、まあ、さっきちょっとね楽屋で話してたように、うん、はい、まあ、せっかくなんであれば、まあ、大人のピクニックは、まあ、あれはまあはっきりと遊びなんですけど、うん、まあ、イベントで、ね、我々よく3人に一緒になったりするんで、なんかイベントを企画して、はい、まあ、それをまあ集客するなりたくさんの人に知ってもらうとかっていうようなことを、うんうん、この中で、うん、まあ、篠塚さんが来年個展をやるとか、まあ、今度ね個展があるのでね、うん、とかライブがあるんで、うん、まあ、そういうものをクリエイタークロスの主催というか、うんうん、メインでお二人のジョイントイベントをやるとかっていうのも、ね、そう、ありかな、ね、そんな話で、うんうん、なんか面白いね、うん、ことができそうな感じですよね、うん、それでここで普通の内容打ち合わせしたり、そうそうそう、だから、まあ、場所をどこでやるかとかね、どんなね、うん、スケジュールにするとか、そう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 、ね、なるほど、うんうん、いいですね、うん、それはなんかやってみたいなと僕思うんですけどね、せっかくなんかね、いい場所ね、せっかくあるといいよね、関根さんと篠塚さんの、うん、まあなんていうの、発表するものが、発信するものがあるわけなんでね、うんうんうん、でまあこの間の大人ピクニックじゃないけども、はい、いろんな人がね、ああやって集まっていただけるわけだから、そうです、ね、何かこう、うん、我々のこの番組主催としてのお二方の、はい、まあ、コンテンツを、うん、まあ、こう発表じゃないけどもね、うんうん、っていうようなことはちょっとやってみたいなと、来年、そうですね、うん、なんかね面白いことができそうな感じなんでね、うん、そうですね、企画の立てがいがあるよね、うん、いいですね、そう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 、うん、だからまあそれであればなんとなくこう準備も、うん、まあ、まあ要はお二方のコンテンツなんでね、はい、そうするとやりやすい、ね、やりやすいと思うし、うんうんうん、アイデアも出やすいしね、まあ、発表もしやすいし、うん、協力もしやすいし、なかなかそういいアイデアですよ、うん、それ、いい、うんうん、それに向けてじゃあこう、じゃあいつにするなとか、うん、そういうふうにこう、うん、して打ち合わせを重ねていく、そうそうそう、 であれば、うんうん、篠塚さんの、はい、まあ、個展、まあ、もうあれ何回目、ちなみに今年で来月のは9回目です、9回目ですからね、うん、だから2年に1回やってらっしゃるので、うん、来年はちょうどないんで、うん、まあ、その毎年2年に1回やってる大々的な個展じゃなくて、はい、要はコラボ企画のことでちょっと ね、うん、やる ね、うん、やればいいと思うし、うん、まあ、この12月の12日にライブやる、ね、大々的なライブじゃなくて、はい、まあ、来年はちょっとこじんまりとクリエイタークロス主催のイベント、うん、でそこに何かこう、うん、例えばちょっと告知用のツールを作るとか、うん、まあ、そういう作業もねっていうようなことも必要になってくるし、うん、まあ、イベントの企画から運営、うん、それまでの間のプロモーション、うん、ね、なんか告知、なんかこうそれに向けてのなんかね、うん、作品なんかこうできそうな感じがしてきた、うん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 、ちょっと
クロスを生かしたり、うん、そう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 、あ、いいんじゃないですか、ちょっと クロスのキャラクターもちょっとそこに一緒に絡めてね、3人の、うん、あのお二方にプラスクロスもちょっと入れてあげてください。そうですよね、うん、このクロス君を ね、そういうようなアイデアじゃないですか、まあ そういうね、それはやりましょうよ、出れる、出てくる、それはもう、そうですね、もう、うん、やろう、うん、そうですね、うん、それに向けて、あ、もうその感じ、いつやるか、いつ、ちょっと雑ですね、聞き方がなんかもうちょっとなんかこう、なんかありませんかね、何をざっくりですね、ざっくり決めます、じゃあいつ春なのか夏なのか、いつ頃がいいかなね、え、うん、夏はオリンピックでしょ、うん、ないね、まあだからゴールデンウィーク前後じゃない、あ、5月前後、うん、ゴールデンウィーク前後、まあ場所とかもね、うん、ありますからね、どこでやるかにもよりますよね、そうですね、なんか面白い場所ないかな、うん、うん、だからイベント、それだからイベント企画でしょ、すいません失礼しましたすいません、どっかのお店でやってもいいよね、なんかでも、あ、だからライブハウスみたいなところでしょ、うん、とかそうですね、バーとかね、だからね、うん、あれだから、うん、そうだね、そういうところね、そうですね、場所もなんかそうですね、じゃあ企画はこれやるっていうことを一つ、ああ、いいんじゃないですか、決定できますか、うんうんうん、それで具体的に考えましょうよ、うんうん、場所とか ね、ちょっと私もいろいろこう情報を探ってちょっと出せればと思って、うん、探っときます、じゃあ来月は場所候補をまず、うん、そうだね、場所が決まらないと、そう、決まらないとね、ちょっと中身が ね、あれだし、場所、そうですね、場所ね、うん、どんなイメージですか、でもなんか俺小さくてもとかっていう話はさっきありましたけど、うんうん、全くそういう、うん、飲み物が飲めた方がいいとか、いや、だからやっぱり食事ができた方がいいとか、まあ、そのさっき言ってたようにせっかく大人のピクニックのようなね、うん、とか、まあ、我々はそういう、いわゆるお酒飲みながらのイベントが多いんで、まあ、せっかくだったらそういうような場所がいいよ ね、食事はともかくとしてお酒飲みながらいいね、うん、そういうとこなんか、うん、まあでもいつもライブやってるとこは大体そうでしょ、まあそうですね、うん、だからまあどちらかというとそのライブ寄りでしょうね、だから個展寄りじゃなくてね、うん、まあそうですよ、ライブメインでしょ、飲み物ができる、うん、そして音響設備があるってなると、うん、もうなんとなくこう狭まって限られてくるというか、まあまあ大丈夫、そこだからやっぱりちょっと、そこで考えて、あの飲み物食べ物がある、でも音響設備ありません、でもライブやってもいいですよ、持ち込みだったらみたいなところたくさんあるんで、あるよね、それでもいいんじゃない、そういうとこでもいいんじゃない、それちょっとまた幅が広がるかも、だから音響もミニマムになっちゃうけど、うん、まあいいんじゃないですか、うん、そういうのでも、うん、そう持ち込んでもやるみたいな、まあ、そうじゃないとなんか面白いこと、新しいことできない、ね、そうですね、ただ交渉も必要でなってくるので、ね、だから来月候補ある程度もう問い合わせしてから出さないとですね、うん、そうですね、うん、あとまあ規模感もあるじゃん、そうですね、確かにそう、大きさ、あんまり大きかったらそれもう赤字になるもん、大きくなれん、うん、これでちょっと入場料しっかり取って、うん、どうせ知り合いなんですから、うん、ちょっともったくったらいいんですよ、ほらほらほら、うん、でもそれなりのクオリティのものを私とか、そういうことですよ、お金いただくっていうことはもうその1円でもいただくってことはもうちゃんと、いやいや、ね、そうで、そう、私が僕らもせえへんけどでも本当にそういうことですよね、うん、ほんまに感動させなあかんよ、言われてますよ、篠塚さん、感動させる、うん、もちろん感動させますよ、そうですね、歌で、はい、では、うん、耳と目と、うんうん、そうですね、あの中森さんに何してもらいましょうかね、いやいや俺中森さん、ね、あれですよ、なんかすごい上からですけど、雑用雑用するじゃん、そんなちゃんとよろしくお願いします、だって そっからやることいっぱいあるんだからね、決まってから言う、うん、いやもちろんそうですね、うん、うんうん、何から、でもそれで出る人、作品出す人だけが一番偉いというその考え方が良くないと思いますけど、ね、私そんなこと言いました、そういうふうに圧が感じます、圧が、いや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 
全然全然、まあ確かにやることはいっぱいありますよね。そうです、そういっぱいありますよ、いっぱいあります。お酒入ってへんからよかったけど、今入ってたらもうほんま今泣かされてるで、ほんまに。本当ですか。いや、なんかクリエイタークロスプレゼンツ、それいいんじゃない、なので、うん、だから力を合わせてみんなでやりましょうよ。もちろんもちろん、当然ですよ、ね、そういうことですよ。だけどなんか感動させなあかんでみたいな、うわって逆に圧をかけられた感じでしたよね。いやいや、さっきそっち来たから何もしないんですかみたいな。何その二人はもう。だからまあ篠塚さんのこうイメージするこうなんかことと私のこう歌のイメージとかとやっぱすり合わせていかないといけないので、そうね、もちろんね、コラボだからね、うん、なんかそこら辺もアイデア考えますよ。 それと、うん、その雰囲気に合ったお店選びとかもしたいなとかも思ったり、まあ、そうだよね、そうですよね、まあ、そういうとこも含めて、うんうん、そうですね。あとはエリアも大事ですよ。エリアね、うん、そうですね。いや、ほんまに、まあ、ちなみにこのクリエイタークロスは渋谷という場所でやってるじゃないですか、うんうん、どうなんですかね。あんま関係ないでしょ、それは。別にそれは渋谷クロス FM 全否定ですか、それは。違う違う、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、渋谷じゃなくてもいいでしょっていうこと、別に。なるほどね、うん、うんうんうん。だって他の番組はもうすごいじゃん、こうサテライトスタジオいっぱい来て。そうなんですよね。だから渋谷でやろうってなったらいいけど、誰もいい日んねんから。そもそもだって我々の知り合いって別に渋谷にいないですもんね。まあそれは別に放送で言わなくてもいいんじゃないですか。すごいたくさんの方が聞いてらっしゃる。そうです、すみません、はい、ありがとうございます、いつも聞いていただいて、うん、いやいや、渋谷もね、はい、もちろん候補地に入れときましょ う, そうです、ね、いや、ないでしょ、それは。たとえないと、まあ結果的にね、ないとしても一応放送ですから。大人、オンエアですから。藤井さんに怒られますよ。そうじゃなくて、あんまり言ってると。そうですよね、もうこの場所からこのスタジオからやってるんですか。そうです、まあ、渋谷はもちろん候補の一つ入れつつも、ね、ここであればいいじゃん、借りて空いてる日に。あ、夜中とかに。夜中。はい、ダメダメダメ、はい、すいません、ビル開いてない、ね、そうです。だからそんなこともいろいろ決めつつですね、うん、じゃあ俺、うん、それじゃあ来月また進めましょう、ね、そのことについてちょっと話して、はい、ネーミングとかも決めなきゃ、うん、あ、そうですね、大事ですね、そうですね、うん、そういうの中村さん得意なんですか。まあ、ちょっと考えておきますよ、うん、だからまあ、その趣旨も、うん、いろいろこう盛り込んでいきながら、うん、はい、まあ、これだったら、ね、番組以外でも打ち合わせもできるし、うん、はい、ね、じゃあでタイトル候補、場所、うん、はい、そうです ね、うん、で希望感、うん、エリア、ね、うん、いろいろ決めることたくさんありますね。あるよ、はい、うん、でも早くても春じゃない。まあそうでしょう ね、 うね、年内は絶対無理だし。そりゃそうですよ、うん、早くて5月、うんうんうん、そうですね、もう場合によってはじっくり秋にするかもしれない。まあね、うん、僕作品作んなきゃいけない。まあ、うん、あ、でも、まあ、どういう、まあ、そういうの、そういうのね、いろいろ話していけ、うん、いきたいなと。まあでもだから前言ってた前、今までのやつとかもでもいいし。はいはい、うん、ね、ね、だってだって今までのしか歌わへんやん。曲書かなきゃ。それは1曲くらい書くでしょ、きっと。書いたって誰が演奏するのよ、ほんま。そちらもちろん、ね、お願いします。そういうのこれはね、あ、じゃあ期待してていいのね、新曲ね。だってほら、このオープニングの曲も含めて、うん、ね、また新しい曲、あ、で新曲出すのね。あ、そうですね、 お、はい、お楽しみ。いいんじゃない、そういうなんかこう、うん、チャレンジしていくっていうことが、うんうん、そうそう、はい、頑張りましょう、うん、久しぶりに関根さんのチャレンジ姿見たわ。もうひどい。さあ、それではですね、はい、さっきからちょっと話も出てましたけれども、はいはいはい、篠塚さんちょっと来月個展をやられるということで。そうなんですよ、はい、来月の11月4日、はい、祭日なんですけど、うん、4日から1週間、はい、土曜日まで、はい、9日まで表参道の表参道ギャラリー、うんうん、ミュゼ F っていうところで、はい、個展をやります、うん、はい、まあ、2年ごとにやってて今年は9回目になりました。2年も経つんですね。でもすごいですね。そうですね、前回っていうことは、18年ぐらい前からやってるってことでしょ。そうですね、最初の3年間は毎年やってたんで、15年ぐらい数えたら、
やっぱり長い長いですね。15年もやってる。今年のあれあのタイトル、ね、今年のタイトルはホワイトアウトっていうことで、はがきもね、はい、あ藤井さんちょっと出してもらってないです。今日はなんかホワイトアウトもうあの写しても真っ白のはがきなんで見えないと思いますが、ホワイトアウトっていうことで、まあ毎回あの超シンプルなデザインの作品を作ってるんで、今年もまたシンプルなあれですけど白にこだわってそんな作品を作りました。どんな作品が出てくるかはこうご期待で、もうある程度出来上がってるんですか。できましたよ。あ、そうですか。もうできて準備は今週の土曜日に搬入ですから。あ、そうですか。もうバッチリ準備はできてます。もうまた今年はやりますよ。あ、また変わったことを。毎年ね、僕毎年は毎回、うん、はい、伺ってまして、はい、でまあ、そのテーマテーマでね、はい、全然もちろんその作品が 毎回違うんですけども、うん、そのテーマによっての作品がまあすごく素敵で、うん、あのいつもいくつかあの購入させてもらったりするんですけども、うん、あとまあちょっとねプレゼントにしたりとかね、はい、あのすごくすごくあの楽しみにしてますし、もう本当に期待してます。始めたきっかけはあの仕事とは全く違う、もう僕がやりたい、うん、作品を作りたいっていうところから始まって、うん、毎回だからもう仕事とは全く別にな作品、もう作りたい作品を作ってるんで、うん、結構楽しんでストレス解消になってるんですよ、その作品作り。あれだから去年からでしたっけ、表参道は。前回からですね。そうですよね、うん、その前までずっと銀座でしたもんね。ずっと銀座でやってて、はい、まあいいあのギャラリーを見つけたんで、うん、はい、また前回と同じところでやりますので、はい、ぜひ皆さん見に来てください、はい、楽しみですね。で11月の、はい、で私はですね、はい、11月の12日、はい、火曜日、ね、個展が終わった後ですね、はい、そうですね、翌週ですね。汐留ブルームードというところで、うん、ライブをさせていただくんですが、この渋谷クロス FM の第2月曜日に8、9プラスという番組をやらせていただいてるんですが、うん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 、佐々木誠二さんという方と、うん、その方と一緒に8、9ライブ、うん、8、9プラスライブということで、うん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 、初めてあの2人であの大きなライブをするんですけれども、うんうん、はい、汐留ブルームードでやります。前の日が放送なので11月11日月曜日、あ、でだから火曜日にあるってことね。そうで、時間はラジオのオープンが6時、はい、でスタートが7時ですね、うん、はい、です。皆さんぜひ、はい、お越しください、はい、もちろんこのラブソングスから、はい、その前の曲からいろんな曲をやろうかなと思ってますので、うん、大体こう曲の構成は出来上がってるんですか。まあ、なんとなくそうですね、いろいろこれを歌おうかなみたいな。これワンステージ、はい、私のライブと誠二さんのライブとあと2人で一緒に歌ったりする曲もあるので、うん、ちょっといろいろ盛り盛り盛り込んでやろうかなと、ね、ぜひ思ってます。行きますよ、もちろん、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。11月の12日、火曜日ですね、はい、はい、うん、汐留って言っても築地に近い方の汐留 ね、いわゆる新しい道が虎ノ門からずっとね、うん、はい、できたいわゆる、あれ2号線、環状2号線、環状2号線通ってるんですか。一応もちろんもちろん通ってるけども、上なんでね、はい、本当だったら築地 の、うんうん、あの一番とこ通すところが、ね、まあ、遅れたんで、うんうん、上なんですけども、はい、ちょうどその入り口の手前ぐらいの、ね、そうなんです。そうですね、はい、そのライブハウスがね、はい、だからまあ汐留からでもいいし、築地じゅ、都営浅草線の大江戸線です。大江戸線か、大江戸線の築地市場、はい、市場かな、はい、うん、でも近いかな。そうですね、うん、新橋からはまあちょっと歩きますけど行けますし、はい、うん、はい、ね、いいとこ、あのお食事も美味しいですし、うん、まあでもじゃあ次回のラジオの時は、うん、その個展とライブの写真とかも、うん、ああ、そうですね、その今後の、はい、お見せしましょう、放送も含めたりしながら、ぜひぜひそうしましょう、うん、タイミングいいですね。いいですね、なんか流れるようなスケジュールだし、そうです、ね、しかも今後このコラボをやろうみたいな、来年のコラボに向けてのまあ前哨戦みたいなものですね、うん、なんか測ったかのような、いや、うん、実は実はさっきそこでアイデアが浮かんだだけやのに。そうですね、いや、そういうもんですよ。でもね、まあまあね、ことがこう決まっていくので。そうだね、はい、そうですね、うん、じゃあそれでは、はい、ここで、一曲、私の曲に行きましょう、うん、はい、このラブソングスから君の香り、はい、どうぞ。
はい、君の香り聞いていただきました、はい、ありがとうございます。 Amazon で販売してますので、ね、ラブソングよろしくお願いします、うんうんうん、はい、それではここからはクロスショットのコーナー、イエーイ。先月お休みでしたからね。そうですね、先月なかったですからね、はい、じゃあ早速、1枚目をいきましょうか。じゃあこちらです、うん、誰かな、どうぞ。あ、僕ですね、はい、まあ、これ3人も3人でも参加しましたけども、うん、はい、ここにも2回ほどかな、ね、ゲストで、そうですね、川野美希さんね、うん、ジャズシンガーの、ライブでした。で、この同じく渋谷の、はい、いわゆるセルビアンタワーのところにあのホテルのよかな併設してる、はい、ライブハウスで、はい、ジェージブラッド、ジェージブラッドですね、はい、で、さだまさしの、いわゆるカバーを、はい、彼女がさだまさしさんが大好きだということで、うんうん、ずっと大阪時代からやってて、はい、で昨年ですよね、うん、昨年かな、うんうん、そうですね、昨年からやり始めた、今年2回目で、はい、まあ、東京で初めて去年やって大好評で、うん、で今年もっていうことで、今年もあの去年以上に人が入ってて、はい、まあ、ね、入ってましたね、うん、僕の知り合いの方も初めて、多分川野美希自体のいわゆるジャズのライブに行ってない人が、うんうん、はい、まあ、このライブに来られてましたけども、うんうん、後から聞いたらすごい良かったから、うん、まあ、いわゆるジャズの、はい、ライブも行ってみたいなとかっていう方も、ね、う、女性の方とかもいましたんで、良、うん、はい、かったと思います。ぜひ、ね、またゲストに来てもらえばと思います、ね、はい、そうですね、はい、はい、はい、以上です、はいはい、それでは2枚目こちらですはい、これは私ですね。これこの間のピクニックの時の、はい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 、パーティー会場から見た景色ですね。パーティー会場1時に始まって、ピクニック始まって、それ中森さん来る前ですよ、そのちょうど あの晴れ間が出たっていうところで、あの見えにくいんですけど、左側のところから虹がちょっとワイプ出てるんですけど、はい、ありがとうございます。これだちょっと、うん、見えづらいかもしれないですけど、大きな虹がこう、どこスカイツリーに左から、そうなんですか、スカイツリーに向かって出てたのがこう、そのパーティー会場の窓から見えて、あれでちょうどそうですよね、あの天皇陛下即位の礼やってて、本当に雨ざんざん降ってたのに、この急に晴れて日も差して、神秘的でしたね。そしたら本当に大きな虹が、ダブルレインボーだったらしいですよ。あ、そうですか、うん、ここからはあのダブルに見えなかったけど、ニュースで何かやってて、はい、ニュースではくっきり2本、そうそう、ダブルレインボー出たって、ね、皇居の方からすごい大きいのが、はい、うん、でこっち側にも出てたんだもん。へー、そうそう、それがだからそのニュースでも流れてたのを、あ、ね、あれ見たんだみたいなので、いや、そう、ちょっとね、これがここからだと見えないかもしれないですけど、本当に綺麗に見えたんですよ、うん、虹が。でもあの日のあれ一瞬でしたからね、あの、ね、うん、あの日だから10月22日の日照時間、はい、ね、日照時間の中の8分間やったんです、うん、あ、すごい。でもそれぐらいかもね、本当に一瞬なんか、あれ晴れてきたみたいな、なんか雨止んだみたいな思ってたら、日が差してきたんですよ、ちょうど天皇陛下がバッと出て、うん、はい、ね、出る ところぐらいにブワッと晴れて、うん、すごいですよね、なんかあるんですよ、神秘的ですよね、やっぱり、うん、お祝いしたんでしょうね、天皇、そうですね、うん、い, う、いや本当すごい、結構、ね、ことでしたね、大事な時のあれだったんで、うん、今日はそれを持ってきました、はい、まあ、ピクニックもやったっていう話もさっきしたんで、はいはい、ありがとうございます、はい、では3枚目こちらですね、じゃん、私でございます、はい、その先ほど言いました8 9プラスのライブがあるので、はいはい、うん、8 9プラスのコースターがあるんですよ、うん、作っていただいて、はい、でその裏にあのライブの告知を書いてですね、うん、あの皆さんにお配りしようと提案したのが中森さんでして、うん、これ全部中森さんの字 で, そうです、もうなんか写真送っていただいて、だから中森さんの写真なんですけど、これ本当は趣旨変わっとるからいやでも
クロスショットに出さなきゃって何枚書いたの中森さん。いやいやだから、2回ぐらい書いてんですよ。1回目はこれ何かの時に、何だったかな、何かの集まりの時、さっきのミキちゃんのライブの時。ああ、先生先生、ミキのライブの時に、まあ、結構知ってる人が多かったでしょ、うん、我々の知り合いがね。もらったその時もらったもんだと思って、うん、20枚ぐらい書いて、20枚ぐらいですかね、うん、30はいってないです。20枚ぐらい書いて、うん、ほぼもうまあ大体15枚ぐらい、ね、愛を感じましたよ。そうでしょ、中森さんの愛を感じました。ほんでまた別の回のアブさんの定例会の時もまた追加で書いたりとかして、はい、そうですね、うん、そうなんですよ。いやーすごいですね。この写真を今日は持ってきました。誠司さんは、俺今日これ出そう思ってたんですよ、僕そう、僕が出そうと思ったのを私が撮りました。関根さんにビール一杯譲ったんでしょビール一杯とは言ってません、はい、ビールおごれよと一杯のつもりでした。ありました、一杯とは書いてなかった。誠司さんは、あの中森さんの先輩でも、ね、あるんですもんね、まあ、なのでそうですよ、まあ先輩愛と、いやもちろんもちろん、それは8、9プラスの番組時代にも関わってるんで ね、うん、そうですね、集客を頑張らないといけないなというのもありまして、はい、お配りしたんですけども、まさかクロスショットで使われるとは思いませんでしたよ。なかなか達筆な、いい写真じゃんね。そうでしょ、僕撮って、うん、いい写真ですよ。なかなかこうね、気合が感じるよね。私この絵を1枚1枚あります、ライブありますのでよろしくお願いしますって渡したんですけど、うんうん、なおちゃんこんな字してるのってすごい皆さんに言われていや、これはですね、中森さんが書いた字なんですけどっていうご説明をちょこちょこ入れながら、うん、はい、なかなかね、いい感じですよね。いや、やっぱ手書きでね、いいですよね、うん、シールとかいいアイデアでしょ、ね、いやあとだから関根もだから、うん、カラーで作ったりしててよかったです。はい、カラーペンで描いて、うん、だから今度だから それこそさっきの話に戻って時間大丈夫かな、クリエイタークロスのコラボライブイベントも、はい、なんかだからその、まあ、コースターなのか、カードあるじゃないですか、カードでもいいし、カードもね、うんうんうん、そうですね、でもこういうことをきっと中森さんがやってくれるんだろう、はい、じゃあこれなんでミキの時にこうコースターって思ったかっていうと、あ、そおそ飲み物出るでしょ、はい、出るじゃない、うん、だからまあいいかなと思って、うんうんうん、っていうのもあったのよ、うんうんうん、で来週の告知にもなるしと、うん、そうですね、うんうんうん、まあまあそういうようなこともね、はい、今度のイベントでやれれば、はい、いいんじゃないですか。そうですね、いいですね、いい練習だったんじゃない、いい練習か、いいあれだったんじゃない、まあね、やっぱりつながってるんですよ、ね、そうですね、そうですね、まあ、やれることをやっていきましょうよ、はい、そうですね、です、うん、はい、じゃあ今月はクロスショットでした、はい、ありがとうございます、はい、どうも、はい、じゃあ今日はじゃあ、はい、いろいろ今後のちょっと道筋も見えたというか、うね、ね、だからいつもフリートークで終わってしまいがちな番組でしたけど、はいはい、ありがとうございます、ね、なんか楽しいことができればなと思いますね。そうですよ、なんかね、うん、いい企画になりそうじゃないですかね、さっきのね、うんうん、そうですね、うん、まあだからやる気出てきた、うん、そうですね、うんうん、しっかり打ち合わせもしていかないといけないし、うん、そうですね、うん、コストもなりますね、お金もかかりますからね、あ、はい、うん、そうですね、マイナスにならないように、うんうん、ちゃんと、うん、ね、やらないといけない、そうですね、で来月は11月の25日ですね、ええ、もう年末になってきましたね、本当ですね、25日来月の2、残り1ヶ月っていう、だからもうその頃には忘年会がもちらほら入ってくるみたいな、ね、そうでしょうね、忘年会に向けてみたいな、早いですね、12月に向けてみたいな、ね、うんうんうん、なんか予定あるんですか、ないです、2月今のところないですね、12月ね、12月渋谷の街はハロウィンだ、ハロウィン、いやもうなんか交差点だってすごいかったですよ、警察がもう結構、そう、何かあるのかと思ったら、うん、いやハロウィンに向けて盛り上がってるんでしょ、ハロウィンってなんで仮装なんですか、あれお化けの格好をするのが基本はね、で子供がいたずらかお菓子くれるどっちがいいみたいなのを聞く、なんでかぼちゃなの、なんだかぼちゃなんですか、秋の収穫、あ、収穫祭だ、収穫祭も兼ねてる、うん、でも気づきました、あのハロウィンを渋谷の、うん、あ、バナーが誇りにしようという運動されてるんですね、うん、今ね、しかもなんかいろんな著名人の方の名前とか書いてあるでしょ、何をしようって、誇り、だからハロウィン自体を渋谷の誇りにしようっていう、書いてある、直筆で全部みんな、あれ渋谷の誇りでなんかサインがついてる、有名な方のサインとその方たちが書いた字がこう掲げられてるので、もうすごい、ね、あ、渋谷といえばハロウィンみたいなこと、うん、そうそう、だからもう
毎年毎年そういう感じになってきてるもんね。そうです。なるほど。でも仮装はもう あれはもうこのでもバナーはかっこいい、ね、毎年やるんですね、うん、お祭りですもん、うん、渋谷のお祭りになんかやるんですか今年ですか、うん、いや実はやるんですよ。え31日。またその報告もかね、またできればと思います。はい、それではまた、はい、来月11月25日にお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。